せーの、下町上町中町です。始まりましたということで、今日は何ですか？今日は鍋パーということで、ちょっと今回めちゃくちゃうまそうなんだけど、今回はこれ何鍋ってのもやし鍋、もやし鍋の素。じゃーん、めっちゃうまそうでしょ。もやし鍋の素で作りました。これはもう味ついてる系、それともポン酢とか持ってくる系？味ついてる。ついてるね。ということで、鍋パー、もう冬なのでね、鍋パーをしたいと思います。せーの、いただきます。ほんと冬だね。ほんとにびっくり、秋は来なかった。今年ほぼ秋ない。そう、うん、今秋だけど、今日もうじゃん、うん、全然もうあの11月下旬の温度なんて。そうなの？今は今日だから、うん、もう冬なの。冬の温度と同じなんてニュースでやってた。だからやばいなっていう。やべえじゃん。はい、やべえ、マジでやべえ。本当にすごい。うわ、今年初鍋なんですけど。え、マジで？あ、今年っていうかその夏が終わったじゃん。夏鍋とかしないから。この新規来てもう3回目。え、マジで、うん、どんだけガチで人と家で会ってんだ。うん、まあこんな家で人呼ばないの元取れないよね。美味しそう。いただきます。ちっちゃいつ入れてる。わんぱく小僧っぽい。ルンルンしてるの分かりやすすぎ。うん、マジで美味しいこれ。今10時なんだけど、うん、これが今日の1食目。やば、もうダメダメ、もうダメ、もうみんな DM して俺に飯食べましたかって。もう本当にダメダメ。なんで？朝ごはんっていう文化がまずないから、もう一人暮らし始めたから、うん、起きたら撮影っていう習慣だから、うん、そのまず朝ごはんっていうか昼ごはんっていうか、うん、それがない。でいつも夜に会えと今日撮影予定だったじゃん。だから夜ご飯の予定がある、うん、ってことは何も食べないでお腹空いた方が動画的にも美味しい表情できるとか思ったら、もうこれ一発目。俺のこの感じだと多分夜中の3時ぐらいにウーバーする、うん、そんな時間にやってんの？うん、で夜中の3時にウーバーして1日2食って感じで、朝のめっちゃ芋トレ。芋トレ？芋トレ。え？芋トレ。芋トレって何？芋タレね。芋タレ。バカじゃねえの？バカじゃねえの？全然バカじゃねえの言い過ぎだし、千年分だし。違う、千年分ってねえわ、ブリックだよ。お前さ、なんか今日カミカミだわ。今日ちょっとカミやすいで、なんか俺ジム行こうかなと思ったんだけど、最近あまりにも痩せすぎてるから、うん、ジム行っても意味ないよっていろんな人が言われたの、うん、だからまず太ってから、ちょっと太ってから行かないと意味ないよとか言われたから、うん、太ることを意識してんだけど、太るには1日3食とか3食がっつり食うとかじゃなくて、とにかく間を空けないことなんて、うん、1日6食とかにして間食を挟む、うん、おにぎりとかって、うん、あ、大丈夫そう口の中。あっこい、何何って、つくね、うん、だから間食をしなきゃいけないっていうので、うん、撮影前のおにぎり1個食べたりとか、うん、そういうのを繰り返さなきゃいけない、うん、だからそうする。今言ったから、でも口に出さないとやめないから。俺人生で太ろうなんて思ったって一回もないでしょ。いや、あるよ。痩せすぎちゃったって言って頑張って太ろうとしてて。え、その時どうしてた？どうやって太ろうとしてた？あやは、うん、とりあえず炭水化物をたくさん食べるようにしてたの。米ってこと？米とか、うん、それこそおにぎりとか、うん、ちょこちょこ食べたりとか、うん、あんまヘルシーなものを選ばないように極力。おー、まあまあそうだね。がっつりなんかしたもの、うん、鍋とかも食べないようにしてた。あー、なるほどね。鍋とか太んなそう、マジで。うん、とかアサリとかもあんま食べないようにしたりとか、体に悪いもの食べるって言うたら。ちょっと美味しすぎるね、これ全部ベロリしていいね、うん、もう食べないね。食べるわ。もうめっちゃお腹空いたから、ほんと美味しすぎてやばい。でも朝から浅いしか食べてない。別にお腹空いてるし。鍋ってこんなに美味しいんだってぐらい美味しい。今これで痩せんならこれでダイエットするくね。ね、ね、じゃあみんな鍋食べない？言ってるわ、あやの個人動画で。でもガッツリの時とかってやっぱ鍋食べない。高校生の時とか中学生の頃思い出すと、鍋なんて全然食べてなかったから。がっつりしたもの食べたくなるよね。がっつりしたもの食べたくないけど、しゃぶ葉とかは今流行ってる？学生では流行ってんじゃないの？しゃぶ葉とか、まあしゃぶしゃぶだけど鍋っぽいよね。で、今のどういうこと？え、しゃぶしゃぶだけど鍋っぽいよねっておかしいからやめた方がいいと思う。しゃぶしゃぶって鍋だし。だから そう言ってんじゃん。だからしゃぶしゃぶって鍋でしょって。鍋っぽいよねって。まあだからしゃぶしゃぶは鍋です。で、ヘルシーなんでしゃぶ葉で食べ放題してお腹いっぱいになっても痩せます。しゃぶ葉は痩せないよ。痩せないんだって。だっていっぱいもううどんとかもあるし、お寿司とかもあるし、うん、あ、そう、デザートもあるし。そうだそうだ、食べ放題系だもんね、うん、あやなんてもうしゃぶ葉でしか溜まってなかったもん。絶景的。しゃぶ葉ってマジで神なんだよ、知ってる？あれなんて時間制？あれ、いや、お昼は時間制ないの。えぐ、永遠と入れるの。やっちゃってんじゃん。そうだから、しかも甘いものもあるから、うん、ずっとしょっぱいもの甘いものしょっぱいもの甘いものってやってれば永遠。なるほどね。え、スイパラは今あるよ、スイパラって。あんない。スイパラすごいよね、めっちゃ流行ってたよね、うん、俺らの時はね、すごい爆流行りだよ、うん、あと、コメント欄でね、うん、JP 君は結構喋るのをね、うん、必死にしてるから、食べてる時に話してるので、うん、口の中が見える時ありますから、うん、それやめてくださいって言われるの、うん、本当にごめんなさいって思ってるんですけど、多分無理です。それ前の動画でも言ってた。あ、
前も言ってた俺、うん、言ってた。そのまんま、もう一回言う、本当そのまんま、そのまんま、うん、まだまだ一口目ぐらい美味しいって言える。それも前言ってた。待って、今日なんか世界が暗いんだけど。うん、暗いよね。うん、街の明かりが少ない。だよね。え、なんで今日祝日の月曜だから関係ある。いや、もう寝た。みんな22時寝た。寝た。ベアも完全に寝てる完全に人によっては死んでるように見えるよね。じゃあ犬ってああやって死ぬ不安なんだけど。え、待って、めちゃくちゃこんなに喋ってるのにベアが一言も目開けないの珍しい。ほぼ死んでる安らかにされてるでも犬ってさ、死ぬほど眠り浅いじゃん。もうちょい眠り深くなってほしいんだけど、俺ちょっと動くだけで起きちゃうし。うちでいるときは本当に深いよ。うん、うん、たまに気づかないとかあるもん。本当に帰ってきてるのに。あ、それすごいね。うん、それはなんか家っていう感じがしてるからなのかな。私夜中トイレ行くときとかも、うん、テレビとかもマジで起きない。本当にこのまんま。うわ、すごいよ。うん、起きない。相当心開いてる。うん、全然起きないこと多い。だからちょっと心配になるときがあるの。このあれっていう。大丈夫って、うん、どうする今年の冬、仲間兄弟は冬取りに行く。でも思ったんだけど、うん、今日ニュースで、うん、中国のことやってて、うん、すごいなんか街並みが流れてたんだけど、うん、中国行くのありなの今年の冬。いや、本当ある。本当に暗い。マジで。それでまた取れるんじゃないでしょうか仲間兄弟今年の冬。今年の冬、うん、でも中国と仲間兄弟は本当に相性いいからね。相性いいっていうか、みんなもおなじみでしょ、うん、仲間近で行く中国、はいはいみたいな、うん、行きたい。お父さんとかもね、うん、家族旅行だよね。家族旅行で中国に関しては、うん、親にそれ言ったらさ、って言ってたよね。うん、言ってた。なんでなんだろう、あんま楽しみじゃないのかな、中国は。まあ行ったことある場所だからじゃない。あ、なら海とかのところ行きたいみたいな。そう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 、ハワイとかみたいな、うん、でも純平だけなんだよね、言うて中国楽しみなの。なんで。あや、そんな覚えてないから。ああ、そういうこと。そんな楽しみとかない。小さい頃の記憶は。そう、マンションとかはさすがに覚えてるけど、うん、あ、ここの場所がこうでこうでとかはあんま覚えてない。まあそっか、じゃあ俺だけなんだ楽しみにしてるの、うん、じゃあ俺だけが食い取るわ寄ってるわチャンネルで言ってくればいいじゃん一人で。いやです、いやもったいない。赤字だから。マジ寄ってるわ、たまには赤字だから。マジ寄ってるわってね、うん、まあ、出ていただいてるんですよ、うん、いろんな人に。だからご飯ぐらいは美味しいところにしようって思って、うん、美味しいところ予約して一緒に撮影してるんだけど、うん、やっぱ美味しいところより高いわけじゃん、うん、だから全然赤字とかあるのよ、うん、だから動画撮ってる意味わかんなくなってくるの。美味しいご飯食べながら、うん、まあ可愛いこと喋ってるっていうのは幸せなんだけど、赤字なの意味わかんないじゃん普通に考えて、うん、だからもう僕ん家でいい食材を使って料理する。料理すればいくら高くいってもそんな高くならないから、うん、っていうので料理チャンネルも始めたいと思います。どうする、一気に出てく、全員出てくれなかったら純平人かはちょっと無理です。え、飯目当てだとみんなでもやっぱり1対1の撮影の時は絶対家呼ばない。やばいやつっぽいじゃん、うんうん、俺は2人コンビの時に家に呼ぼうかなと。そしたら怖くない、うん、2人コンビで呼ぶのってすごい動画出やすいと思うんだよね、うん、誰か仲いい友達連れてきていいよって言うんだけど俺で今ね、うん、シルクさんの開封動画撮りたいねってやり取りしてんだけど、うん、今 LINE とかで、うん、俺久しぶりに緊張してるもん。たまたま日程が本当に合わなくて今まだ決まってないんだけど、うん、シルクさんの家で2人きりはちょっと緊張する、うん、確かにね、大物すぎる、大物すぎるし本当に関わりがないの、うん、フィッシャー島にオープンには出させてもらったんだけど、うん、それだけでちゃんと喋ったこともないし、うん、ちょっと緊張する。プライベートでも会ったことないし、ないないないし、やっぱりシルクさんのファンの人たちは、え、仲町 JP ってなると思うのよ、うん、ちょっとね。だからそれがちょっといろいろあってすごい緊張してる。コンプレックス。何コンプレックス。コンプレックス。いや、コンプレックス、コンプレックスまあ自分がなんかそう思われてるとか、うん、コンプレックス、完全にコンプレックス。本当になんか狩野くんの動画を見てさ、俺コンプレックスがあってみたいな、うん、まあ狩野くんは全然世間一般化しなくて相当イケメンじゃん、うん、だけど鼻を整形したわけじゃん、うん、でもう一回整形したよね、直したんだっけなんかちょっと、うん、でそれはそのコンプレックスあって、うん、そんなストレス抱えるならもう整形しちゃおうと思ったみたいな動画だったんだけど、すごいなと思って、うん、コンプレックスあったとしても、うん、よし、じゃあもうここ直そうっていう一歩って踏み出せないじゃんなかなか、うんうん、で、あやはあんのそのない。いや、釣りよ。じゃあ、あやも、その一歩はない。あ、一歩はないってこと、うん、なんかすごいなと思う。その二重整形とかでもすごいなと思う。うん、うん、うん、本当にそう思う。アイシエルやってるやつは何言ってんだよって感じかもしんないけど、アイシエルも一人だったらできなかった。嘘、アイシエルさえ、うん、なんか、誰か一人、この、やってる人が うん、いてとかじゃないと無理。あ、そうなんだ。うん、だから俺も、まあ、恥ずかしながら、いろいろ、整形したらどうですかとか、いろいろ来ます、うん。で、クリニックからも案件来ます。うん、DM とか、マイボツ、うん、二重整形。うん、無料でやらせていただきますみたいな。
けどやっぱ俺もかっこよくなりたいから、まあ、努力はしてるよ。その眉毛行ったりとかハワイトニング行ったりとか、うん、だけどやっぱ整形っていうのはかっこよくなりたいけど重い。なんで重いんだろう。偏見ないんだよ、うん、整形しててもうわ整形してんだとか女の子にも男の子にももう全く思わなくなったけど、うん、やっぱ自分がするってなると踏み出せないよね、うん、なんでなんだろう。だって韓国とかはもう本当に普通でしょ。だってうちら痛いの苦手じゃん。そうだよね。だってここにヒアル入れただけであんなさとか言ってたのにさ、しかも全身麻酔で、うん、寝てる間にやった。ここにヒアル入れるだけだよ。痛いのがネックなのかな。痛くなかったらやるのかな。痛くなかったらやる。痛いからやらない。全て全てにおいて。ああ、整形ね。え、どこ直したいの。直したいっていうのは分かんない。え、自分のコンプレックスは顔でかい。うん、普通に顔マジでかいよね。もう顔でかいんだけど、こうやって座ってると顔でかいけど、やっぱ立ってると別に意外となのよ。やっぱ身長でなんとか顔のでかさ薄れるんだよ、うん、やっぱ JJ 来て、うん、みんな俺に言うことは、うん、意外と顔小さいですねってもう全員言う。本当にお前も言ってた。あ、え、意外とイケメンですよね。じゃあそれはかっこいい話じゃん。あ、じゃあ、じゃあごめんなさい。また過去の自分を真似してしまいましたけど、まあそう言われるから、その立ってる時のバランスと座ってる時の顔のバランスはちょっと違うのかなと思う、うん、動画上でと。でもさ、顔でかいなんて整形だと本気じゃん、うん、多分一番本気の整形でしょ、うん、顔小さくするのって、うん、それはさすがにきついなと思う、うん、自分でやるのはし、多分かっこよくない人、そのあまりモテてこなかった人たちっていうのは、うん、本当に心が綺麗、マジでそれを思うのよ。イケメンじゃないから、うん、まあ、イケメンじゃないからって自分の言うの本当に嫌なんだけど、ビジュアルではあんまりモテてこなかったから、うん、内面とかそれこそスポーツとか、例えば俺だったらお金稼ぎたい YouTube スタイルになろうとか、うん、そういうことを発想したからさ、うん、やっぱりイケメンじゃないにも、まあ、メリットはある、うん、頑張れる、うん、自分磨きとか。あれどう、これなんか全然話聞いてくれないから、ね、いいんじゃない。何いいんじゃない。コメント浅すぎるから。あっつ、体マジで温まった。うん、すごいよ鍋って。やっぱうちら兄弟って豆腐嫌いだね、うん、豆腐だけ残ってます。もうほんと完食しちゃいました。ごめんなさい。ごちそうさまでーす。で、何なんか言ってた。結構言ってた。そう、結構畳みかけた。結構話してた。結構話してた。あ、そう、うん、無理して全然聞いてくれないから。血液型の歴史についてちょっと調べたから言ってもいい。あんまり興味ないかも。いや、そのなんで性格がこうやってなったかっていう、うん、血液型の歴史について知ることで、なぜこの血液型はこういう性格と言われるのか理由を知るきっかけになるかもしれません。読み方めっちゃキモすれませんってのでね。大人ぶってる。めっちゃうざい先生の言い方。でもね、本当に自分でも思うんだけど、自分で話してて、うん、大人ってこうやって喋っちゃうんだっていう喋り方なの。これって子供の頃は絶対そんな喋り方しないんだけど、うん、大人になるにつれてそういう喋り方をしたくなっちゃってる。なんか大人っぽく見られたいから多分。だから今なんとかですとか意識してる。無意識じゃない、意識してる。意識して言ってる。なんとかですもう大人っぽく見られたいから。なんとかです。それはなんかわかんない。癖じゃあまず癖から直してった方がいいと思う。あ、そうだね。その癖からね。じゃあ冷房つけていい。うん、本当に冷房つけてほしい。あ、やばい、ほんと何でも真似するような。いつからそんな真似するようになった。え、昔からだよ。友達の真似もするし、テレビの人の真似もするし、あの真似で出来上がってる人。だから字がない。完全に字がないからね、俺。人の真似だけ、いいとこだけ盗もうと思って。そしたら今すごい人になっちゃった。そう、とんでもない化け物が生まれた。ちょ、化け物って何。お前お兄ちゃん化け物どんな気持ちなの。でもさ、これうどんとかあったりする。あるよ。うどんやってみる。いいよ。冷凍うどん入れたいと思います。おいしいぞー、これは。てかさ、ほんとびっくりしたんだけど、このあやんちゃんの下で、さっき俺鍋の具材食べに行ったじゃん。マンションの下で下半身裸の男いたよ。え、で電話してた。今どこ。え、やばくない。おい、びっくりしてる。え、パンツも履いてない。パンツも履いてない。え、全部下ろして下に。子供がする立ち回るじゃん、うん、あれの格好で電話してた。え、何あれって言って話した。やばくない。やばい。普通に逮捕。逮捕無事な犯罪。男の人。男の人。やばい。やばい。何してんの。感じで、うん、やめて。妹の家で。最近怖い人に出会ってないでしょ。ないね。ないよね。だから日本平和だなって思ってるでしょ、うん、全然そんなことないから、うん、歌舞伎町とか行ってみ、散歩。えぐいから。えぐそう。本当にもう地面に座寝転がりながら、先ここに置いてある女の子とか、どういうことって感じだ。本当にもうなんでって感じだよね。まあその子たちもね。え、今の喋り方大人ぶった。大人ぶってない。なそれクセクセクセ。あ、シンプルなやつ。シンプルなやつ。なんでそうなったのって思う。うん、なんか待ち受けっぽいな入れ方があって、すごい怒られてきたんですよ、うん、え、そう、うん、自分の熱いのが飛ぶのが嫌だから。え、ずっと昔から。うん、ずっと昔からこうで。俺はさ、お父さんとかお母さんにさ、こういう麺とかもこうやってやってこうやって入れるのよ、うん、
こうやって、うん、それがもうお父さんとお母さんも毎回怒られてて、うん、ほんとそのためにうんざりしてたんだけど、みんな鍋の麺とかね入れるときはこの鍋あるでしょ、鍋の下に皿をやるので、こうやって入れるの。あやもちょっと上にやっちゃってた、こうやって上よくない、もう下にやると絶対に跳ねない。じゃあ下にやるとペチョンってなるじゃん、そのペチョンって、ほらそれが嫌だから一緒にしてる、ほらね、うん、お兄ちゃん分ねマジで。そうでもこれすっごいずっと注意されてきたから、俺鍋行って人がこうやってこうやってやってると注意する、うん、でもこうやって横にあるんだよ今まで下って言ってたけどこれ下やれば跳ねないんだよ、それ人にも、ね、あの熱くなるから。俺さ自分でさモラルとか何にもないのにさ、ちょっとモラハラなんだよね、うん、やばいよね、モラハラっていうか豆知識を押し付けるっていうのが、あーいる、そういう人、その豆知識をめっちゃ強要しちゃう、自分のルールを、あそう押し付けるよね、そうこうやってやった方がいいよ、うん、って言っちゃう自分のルールを、うん、なんとかハラスメントっていろいろさ問題になりやすい言葉じゃん、うん、何のハラスメントが一番やる自分的に、アルハラとかある、ね、アルコールハラスメント、飲めよ、これアルハラ、あとセクハラ、セクシャルハラスメント、あー DV がハラスメントに入るのかな、うわめちゃくちゃあるわ、マタニティハラスメント、パワハラか、あと終わりハラスメントだって、終わハラで、カラオケハラスメント、歌えかな、歌えってハラスメントだよね、確かに、飲み会でない、あれはハラスメントだわ、確かに、カラオケハラスメント、スメルハラスメントだって、スメル、匂い、ん臭い、勝手にハラスメントしちゃってるってこと、そうオワハラっていうのは、うん、内定出すからこの場で他の内定先に断りの電話入れてほしいなと、うん、学生の就活を終わらせようとするハラスメントだって、うちの会社に来いっていう、何このハラスメント、なんか何でもさ作れそうじゃない、何でも作れそう、鍋ハラとかもできるじゃん、鍋ハラできる、鍋ばっか作る人、鍋ばっか作って野菜ばっか取らせてくれるとかあとジムハラスメントとかありそうじゃない、うん、あのジム行ったほうがいい、ジム行ったほうがいい、体鍛えたか持てるよとか言ってジム行かされたり、整形ハラスメントとか、整形してこいとか、うん、ほとんどのハラスメント俺アイアンされてるんだよパワハラでしょ、まずパワーのねあれねハラスメントされてるし、ディスハラスメント、もうすっごいディスされてる、常にディスされてる、俺世の中で一番ディスられてるのこいつなんだディスってないよ、アドバイスね、あだからそれどう捉えるか、お前が輝けるように、お前がってそのインターネットやめてくれ、ね、お前が輝けるようにまあまあそうね、まあ参考になるからね、うん、あやは最近のコメント欄がさ、うん、TikTok とかでも、うんうん、自分たちじゃなくても誰かの着る肉とかあったりすると、うん、この人たちって MBTI なんだろうみたいな、うん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 、が一番上にあんの、へえ。それすごい、なんか韓国では普通だったんだけど、うん、日本じゃまだそんなに MBTI がそんな流行ってなかったんだけど、うん、今はもうプロフィールに書く、うん、みんな書くぐらい日本にもどんどん普通になってきて、自己紹介なんだね、そうそう、うん、だからなんかあやとりほちゃんと東亜の3人の動画がバズってたりすると、うん、絶対あやちゃんの MBTI 何々じゃんみたいなとか、はいはいはい、そういう MBTI のことが多い、うん、へえ、そうなんだ、コメント欄何ですかとか、そういうコメント欄ばっか、そう、いくつぐらいの人が言ってんの、高校生、いやあやたちぐらいじゃない、俺らぐらいの年、うん、とか、まあ、高校生の時とか20代前半とか、そうなんだ、え、あやって やったそれ、やった、なん言ってない、え、言ってるけど忘れちゃった、なんかとりあえず明るいよみたいなあ、起業家タイプみたいな感じじゃなかったっけ、あ、起業家、エンターテ、起業家みたいな、うん、MBTI ってどうやったの、俺家買ったらやるわ、 MBTI 診断調べればいい、MBTI、 うん、それ OK、 MBTI ちょっとあの今度家帰ったらやるんで、皆さんもあの調べてください、僕たちと相性合うか、うん、ちょっとコメント欄でお願いします。特に最近はなんか YouTuber 分け MBTI 診断みたいな感じで、うん、多分性格とか見て、うん、これなんだろうなみたいな当てはまる人たちを集めて、うん、この人たちはこれ、この人たちはこれみたいな、へえ、すごいね、考察みたいな、そうなんかでも大体分かるのよ、確かに、うん、あやとかはもう明るい人だなみたいな、うんうんうん、何種類ぐらいあるの、確か12とかあった気がする、12、確かに見て書いてた、16とか12とかじゃなかった、16パターンなのね、うん、で今日技師がさ、うん、それこそストーリーで MBTI 上げてたら、うん、そのコメント欄で一番性格悪い、うん、そういうのもあるんだよ、性格悪いとか、うん、何なんだろう性格悪いって、でもマジでさ性格悪い人っているわけじゃん、うん、けどさ仲良かったら性格って悪くないじゃん、うん、だから不思議じゃない、確かに、その人によって変わるから性格って、うん、俺って結構 JP で優しいよねとか性格いいよねって思ってくれるかもしれないけど、うん、人によっては JP って性格悪いよねっていう層もいるわけだからさ、うん、やっぱ不思議だ、性格って不思議だなと思う、言われたことあるの、じゅんぺい性格悪いよねって、いや言われたことないだろうな性格いいだけが取り柄ですからね、うん、犬って知ってる、後ろ足に全く力入ってないんだよ、ほら、
へえ、ほんとだ。ほぼ前足重心なの。まあでもそうか、頭を支えてるもんね。フェリーなんてちっちゃい時前足だけでご飯食べてたの。浮いてたもん。食べたすぎて、うん、俺よくね TGC とかでも、うん、JP たちすごいね、うん、仲間中大すごいね、うん、みたいに言われるの、うん、努力してるねとか頑張ってるねとか忙しいでしょとかすごい言われるんだけど、うん、すごくないよね俺なんて。すごく本当に特に俺ねマジで俺なんて本当にすごくないのよ。特殊な能力持ってたり、例えば企画力がすごいとか編集力がすごいとか何にもない。確かに本当にあやについてきた。あやについてきたらこうなった。だからチェビ本当すごいねとか、久しぶりに会う人にすごい頑張ってるねって言われると俺なんか恥ずかしくなるんだよね。どうやってそこまで行ったの、うん、って蓋開けてみたら、いや、あやと動画撮ったらしかないのよ。俺どうやって頑張ってきましたかって聞かれると、うん、それが本当にちょっと恥ずかしい。最近コンプレックスマジで。あ、よくおしゃべりさんとか、おしゃべりさんでってちょっと おしゃべりさんでって何それってなるから、すごいね、何頑張ったの、ちょっとおしゃべりさん。意味わかんないからマジで。時期やって結構、純平さんこの前北海道で何々やってクラブで会ってでどうなったんだっけとか振ってくれるの、うん、それってうまいというか、うん、その MC というか、うん、そういう感じでうまいんだけど、別に俺最初喋れるよとは思う。あいつはなんかオチとかだけ俺に振ってきてバーって話して、でその後純平さんどうなったんだっけ、喋りたいんでしょあいつっていう、なんかそのどうだったんだっけみたいなこと言われると、で持って帰れませんでしたドカーンみたいな。俺恥ずかしい、なんか使われて、なんか利用されてるやん、コマとして。だからそれは恥ずかしいと思う。最初から話させてと思う。でも逆に、うん、話すのが下手な人はそういうのが嬉しいんだよね。振ってもらったり、ちょっと話してくれて、うん、土台作って話を振ってとかが嬉しい。だからそれは本当にジュキアが話すの上手いから。そうなんだけど、俺はその振ってるなーまで感じちゃうから、うん、あ、今前振りして、あ、俺に振ってくるな、うん、とか感じちゃう、ジュキアが話し始めた瞬間に、うん、それが恥ずかしい。うわ、俺またジュキアの受けの材料にされてるやん、笑いの材料にされてるやん。女の中で、女 YouTuber の中で、この人やっぱ喋る上手いなってあるの。俺の中では男だったら、やっぱジュキアとか上手いなと思う、本当に。やっぱトーワとかかな。トーワなんだ、うん、トーワとかは、うん、顔とか、うん、声量とかも使ってくる。表情とか手とかね。そう、うん、あれずるい、まあ、確かに表情大事、うん、でもアイアもどちらかというと表情もちゃんと、うん、確かに表情は意識するようにしてる、ね、そうだよね、なんか恥ずくない。その分析してるみたいなアイアの動画を。表情は大事だよね、うん、やっと誰かが喋り、アリシャンとかはさ、うまい、うまいけどさ、ビジネスうまいじゃん、うん、その経営者じゃない、うん、その大人のうまいなって感じ。でなんかヘイフラとかもうまいかも。うん、ああうまいね、うん、てか女性 YouTuber で基本トークだもんね、うん、その企画系の女性 YouTuber ってほとんどいないから、うん、メイク系とか確かにみんなうまい、みんなうまいね。ひよこんちゃんとかマジうまい。あーひよこんやばいね、やばい、あれやばいね、めちゃくちゃバズってるし TikTok だもん、うん、まあみんな知ってるだろうけどまだ足りてないね、面白さと認知が。ひよこんってマジおもろいから、まあとニナリちゃんだ。ニナリちゃんなんか最近聞く、あの子やばい、やばいらしいね、喋りうますぎて、うん、なんか普通に勉強になるもんね。あ、そうなんだ、うわーみたいな、うんうんうん、なんでそこでそのワード出んのみたいな。え、ニナリちゃんは何系 YouTuber？ え、それこそ語る系じゃない。あとはエナピとかもうまい。うん、そうね、エナピもうまいね。クエナうまい、やっぱ喋る子はうまい、そうだね、てかうまい子がバズってるね、うん、確かに本当にそうだわ、うん、俺らもまあうまいとは自分たちで思ってないけど、うん、こんだけずっと喋ってたらさ、うん、まあ聞いてられるんだろうな、うん、俺らのトークって感じだもん、うん、嬉しいわ、よかったわマジで喋れて本当に。でもお父さんのおかげなの、お父さん寄りだね完全に、本当お父さんのおかげマジでありがとうお父さんも結構喋るね、うん、お父さん結構喋ってる、喋る、お父さんとお母さんでも喋ってるね、珍しくないそんなのずっと喋ってるお父さんがみたいな感じですかね今回は、はい、今回は結構盛りだくさんの感じで、うん、やらせていただきました。はい、ということでこんな感じで、まあ、仲間内兄弟は冬の期間に入る一発目の動画が鍋、うん、ここから多分鍋めっちゃ多くなります。仲間内兄弟の動画は鍋めっちゃ多くなるんで、はい、キムチ鍋とかいろんな鍋やるんで楽しみにしててください。ということでこの動画が良かったら、またチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。Her brain fried. My lady popping zenny. Other lady popping molly. Why she waiting on me? Yogi my area. Yogi my area.
はい、待て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 。あ、もうテディ先生はもうそこでくつろいでらっしゃったんですね。もうなんかいないなと思って探してたんだけど、もう先生はそこでね、もう寝る準備に入ってんのかな。テディ尻尾プリプリしてかわいいね。はい、さよなら、ほんじゃねー。